日本がとうとう和製トマホークの開発を終えたみたいだよ。隣国からの圧力が強まってるからな。日本独自の防衛兵器の開発も必要だよな。それじゃあその和製トマホークってやつが完成したってことなんだな。この和製トマホークの完成で隣国から舐められることもなくなるだろうか？今現在の日本を取り巻く環境を見てみると、中国からの軍事的な圧力が日増しに高まっていってるだろ。そうだよな。いつ何かの小さなきっかけで有事に発展するかわからない状態だよな。ほんとだよ。尖閣諸島や南西諸島なんかは日本が我慢しているから、まだ大事にはなってないだけだもんね。尖閣諸島周辺には中国海警局の艦艇群が領海侵犯を繰り返していて、既成事実を作ってしまえばこっちのもんだとばかりに横暴な侵犯行為を繰り返している。ここまでやられても、日本が専守防衛を掲げてる以上、中国の横暴な行為はもちろん、竹島を不法に占拠する韓国に対しても、軍事的な圧力をかけて強制排除することもできず、北朝鮮からは頻繁に日本海にミサイルを撃ち込まれてる。なんとかこの状況を打破するべく、日本が考えている圧力がこの和製トマホークの開発と言われてるんだ。この兵器の開発で隣国との関係性が少しでも改善されればいいんだがな。それじゃあ今回は、この和製トマホークの完成により隣国との関係性は変わるのか？それとこの兵器の性能を見ていこうか。それじゃあ行ってみよう。2020年12月に、防衛省が陸上自衛隊の国産地上発射型ミサイル、12式地対艦誘導弾の改良に入ることを明言したんだよ。この改良によって、いい幅に射程が伸びて、敵の射程圏外から、艦艇などを攻撃することができるようになるみたいなんだ。もしも有事が起きた場合、相手国内にある基地に先制攻撃を仕掛けることもできるようなんだよ。でも日本は、先制攻撃はできないんだよな。ここ最近、基地攻撃能力を持つべきか、持たざるべきかの議論が政治の舞台では上がっているんだ。基地を攻撃することは専守防衛に違反することになるんじゃないか？という反対意見も多く出てきてるようなんだ。まだそんなこと言ってる人たちがいるんだね。基地攻撃能力といっても日本から一方的に先制攻撃するってことじゃないんだよね。そうだよね。ここで言う敵基地攻撃能力は、日本の領土や日本国民が危機にさらされたって時に攻撃されてから反撃ではなく、敵の攻撃を防ぐために敵の基地を攻撃し、未然に防ぐという意味だと思うんだけどね。まあ一部だが、隣国寄りの人たちもいるからな。反対してる人たちはその辺の人たちなんだろ。それじゃあここからは、12式地対艦誘導弾について見ていこうか。12式地対艦誘導弾は、地上の移動式発射台から発射することを前提に設計されていて、海上に航行している敵の艦艇などに攻撃をするために、2012年に陸上自衛隊により採用されたんだ。現行の射程距離は最長で200キロとなっていて、日本国内では陸上自衛隊駐屯地などに配備されてるんだ。この最大射程200キロをさらに伸ばしていこうということなんだな。うん、2020年に12式地対艦誘導弾の射程距離をさらに伸ばすことになり、日本政府は2021年度の予算案に開発費として335億円を計上したそうなんだ。335億円、すごいね。どうだろう？ミサイル開発費としては安い方だと思うよ。金額だけ聞くとびっくりするけどね。目標としている射程は公表されてないんだけど、一部関係者の話では、900キロから1500キロが目標だそうだよ。すでに2021年から試作が開始されていて、射程を伸ばすだけの改良だけじゃなく、移動する目標を狙えるように衛星経由のミサイル誘導機能や、敵のレーダーに探知されにくくするステルス性能も搭載するらしくて、短距離でも長距離でも万能に使えるミサイルの開発を目指してるんだ。やっぱりこのミサイル開発は、中国の海洋侵犯への防衛策なのか？もちろんそれもあるだろうけど、隣国を見てみると大半の国は自国にミサイルを配備してるよね。日本をいつでも攻撃できる体制はできてるってことだ。北朝鮮は、中距離弾道ミサイルなど日本を射程内に収める弾道ミサイルを、多数保有していると言われている。ここ数年で開発を進めている潜水艦発射弾道ミサイルは、日本全域を射程圏内に収めているそうなんだ。さらに超音速ミサイルの開発も進められていて、2022年に入って何度も発射実験を繰り返している。もうほぼ完成しているということなんだろうね。そうだよ、中国だけじゃないじゃん。一番イカれた国がいたんだよ。本当に何考えてるかわかんない国だから、いつ日本本土にミサイル撃ってくるかわかんないもんね。そして中国だね。アメリカの調査によると、
2019年の時点で射程500から5500キロの地上発射型ミサイルを1000発以上保有していて、その中には空母キラーと呼ばれる中距離弾道ミサイル、東風26が多く含まれてるんだよ。北朝鮮、中国のミサイルのことを考えると当然日本は攻撃されないように、敵側よりも強力で高性能なミサイルを保持するべきだよな。そうだね、日本だけが兵器を持つことを批判される時代はもう終わったと思うよ。実際に政府与党内でも射程の長いミサイルを日本も持つべきだという意見が多く出ているんだ。専守防衛を掲げてるからもちろん先制攻撃は仕掛けないし侵略行為もしない。しかし日本国土を攻撃するならばこちらも徹底的に戦うという姿勢は持つべきだと思うんだよね。防衛省もミサイルの長射程化は前向きに検討しているようで、航空自衛隊 F-15 戦闘機に外国製の長距離ミサイルを搭載可能とする改修に向けて、動いていて現在アメリカと協議を進めているそうなんだ。でも、コスト面が莫大になるみたいで実施は大幅に遅れてるんだ。なんだよ、防衛のためなんだから多少のコストは目をつぶれよな。だからこそ、国産の地対空ミサイルなんだよ。アメリカの言いなりでお金を莫大に取られることもなく、短期間で低コストで搭載できる国産の長距離ミサイルの開発が急がれてるんだ。どの国も兵器開発を進めていて、いつでも有事に備えてる状況だもんね。どの国よりも優れた兵器を開発することが抑止力になってるのは間違いないよね。うん、その通りで日本が想定通りの位置に一式地対艦誘導弾を開発できれば、相手国領土にあるミサイル発射基地や滑走路などを攻撃することができる。自民党のある閣僚経験者は、日本は基地攻撃能力を持っている。とあえて宣言する必要はない。その気になればいつでも相手基地を攻撃できる能力を周りに知らしめることで高い牽制力になる、と語っているんだ。まさに正論だと思うぜ。どこかの国みたいに軍事力をひけらかすようなことはしなくても、そっちがその気ならこっちも、って姿勢が大事ってことだよな。今のような状況下で日本は核兵器も持たず、ミサイルも持たずでは隣国が簡単に侵攻してきて、あっという間に日本はなくなるだろうからね。そんなことが起きてからでは遅いよね。もしどこかの国が日本に攻めてきたら、という状況を、常に想定して構えておく必要があるよね。アメリカが守ってくれるんじゃ？と思ってる人も未だにいるみたいだけど、アフガニスタン撤退のことを見てわかるように、アメリカは正直、自国の利益しか考えていない。最初は日本を守ろうとしても、戦いが不利になったり自国のためにならないと思えば、簡単に手を引くということも考えておかないといけないよね。日本の防衛費は2020年度では国民1人当たり4万円と言われているんだ。これが高いと思うかい？同じ基準で他国と比べてみるとアメリカは1人当たり22万円、オーストラリア、韓国でも1人当たり12万円。これを見てもわかるように日本の防衛費は他国と比べても圧倒的に安いんだよね。でもよ、中国や韓国から日本は軍事国家化しつつあるとたびたび批判を受けるよな。国民一人当たりの軍事費を見ればこの批判は完全に的外れだな。日本が少ない予算でも持ち前の技術力で、高性能な兵器を開発するのが気に食わないんでしょ。単純に日本が強くなるのは困るってことなんだろうね。今回紹介した人に一式地対艦誘導弾を中国本土まで到達できるように改良し、南西諸島や九州あたりに多数配備することで、たとえ核兵器を保有してなくてもかなりの抑止力にはなるんじゃないかな。平和な日本を守るために、自衛隊も兵器開発も必要なことなんだ。それでも、反対する人たちは逆に中国や北朝鮮から、武器や自衛隊なしに国土や国民を守るのか聞いてみたいよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録、よろしくね。それじゃあ雑学の時間だね。今日も勉強させてもらうよ。女性の勘が鋭くて当たりやすいって思ったことない？あ、あるぜ。なぜ女性の勘が鋭くて当たりやすいかって説明するね。女性は一般的に男性と比べて勘が鋭いってよく言われるよね。男性は女性に浮気をされていても気づかないことが多いけど、女性は勘で男性の浮気や不倫を見抜くこともあるんだよ。なぜ女性の勘が男性と比べて優れているのか考えたことはある？それは男性と女性の嘘をついた時の行動の違いによるものだそうなんだ。男性は嘘をつく時に相手から目をそらす傾向があるようなんだ。男性の場合は、嘘をついていることがバレてしまうのではというプレッシャーや罪悪感に耐えきれず、つい目線をそらしてしまうんじゃないかな。しかし女性の場合はその真逆で、相手の目をしっかりと見て話すそうなんだ。心理面では女性も男性と同じ状態になっているんだけど、嘘をついているという不安のあまり、相手から目が離せなくなっているからなんだ。大丈夫かな？バレてないかな？
と相手のことを観察してしまい、つい相手に目線が行ってしまうんだ。このように、男性と女性とでは嘘をつく時の行動が違うため、一般的に男性の嘘の方がバレやすいと言われているそうなんだ。一般的には女性の方が勘が鋭く、男性の浮気をすぐに見破ってしまうと言われてるんだ。これは女性が男性に比べて、観察力が優れているからだと考えられているんだ。女性には男性の4倍の観察力があるという見解もあるそうだよ。女性の脳は、右脳と左脳をつなぐ脳量が太いため、見たり聞いたりした情報を右脳と左脳を同時に使って処理できると考えられている。左脳は物事を推理する能力や、相手の話の辻褄が合っているか考える論理力、時間や数値の計算力などに長けている。一方、右脳は色や形の見分け、記憶力、直感力に長けているので、過去の場面との食い違いや、なんとなく様子がおかしい、といったことを見つけることにつながる。女性はこれらの両方の面を同時に働かせることができるため、観察力が優れているのかもしれないね。以上、今日の雑学でした。最後まで見てくれてありがとう。ありがとう。